本スクの日本酒の基本講座講師を担当しております、日本酒の引き裂き師の漫才師の日本酒です。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、こんにちは。ということで ね、まあ、せっかくですからですね、はい、こう収録いろいろねちょっと頑張って撮ったじゃないですか、うん、もうたくさんの人に見てもらいたいなということで、はいはい、どんな講座なのかをちょっとねこうお伝えするというそういう時間にしたいと思います。はい、はい、まずこれですね、どうですか、ね、はい、いやもう一つですよ、一、うん、つ理由はもうこの撮っている場所、うん、場所ここがあの水道橋なんで、あ東京の水道橋ですね、はい、はいはいはい、その水道橋のランチを開拓したいなと思って、うん、何やそれ、受けました。食いしん坊やから受けたんですか。いやサラリーマンさん学生の街でもうランチは豊富やけどね、安くて。いやそうなんですよね、その理由で受けたの。いやもちろんそうです。全然違いますよ、水道橋やと思ってランチ楽しみと思って受けてないよ。違うんですか。いや仕事受けようと思ったの、あの普段もね我々こうやって、はい、まあ、ハッピー来てねこう講師先生やるの変で変わってますけれどもね、いや、まあ、こういったいろいろ日本酒の楽しみ知ってほしいと思ってこの講座ですよね、はい、うん、いろんな場所を借りてあの生徒さんに来てもらってっていうのをよくやってますけども、うん、そうじゃなくてもっと自由な時間で、うん、たくさんの方場所を選ばずに自由な時間でこういろいろお伝えできる人が増えたらいいなってもうすごく思ってたんですよ。あ、そうなん。だからちょうどこのオンスクってねこのオンラインスクールっていうのはいいなと思っててもうぜひやりたいなということで受けさせていただきました。ちょっと意見が違いましたね。全然違いました、はい、思ってたより違ったな。まあ、我々のこうどういう思いでこういうカリキュラムとかね講座こう組んでいったかですよ。どうですか思いとしては。まあやっぱ悔しいですよね。悔しい、はい、え悔しいってどういうこと。あの水道橋では美味しいランチ見つけられなかった。いやランチはええねん水道橋の。これはもう伝えたい、一番伝えたかったんですけど。いやまあ日数もっといると思うけどね水道橋滞在しないと。それはいいんですよ。この日本酒の基本講座への思いね、どういうカリキュラム、いやあるよそれは、思いがあるからカリキュラム組んでるわけやから。なんですか。だからね、あの僕ら普段やってる講座の中ではですね、うん、まあいろいろもうちょっと固い話も多いんですけれども、まあ、実際に楽しんでもらいたいじゃないですか実生活、うん、なのでなんかこの時代にはこんな日本酒の銘柄が流行りましたよねとか、まあ、他のお酒と比べて日本酒の良さはこうですよとか、うん、まあ、いろいろお酒自体を楽しんでもらう、その中で日本酒をより楽しんでもらうっていう風にですね、こう日本酒をこう立体的にこの話ができるような、立体的に立体感をこう、ね、感じてもらえるようなちょっとそんな組み方をさせていただきました。スライドはね、はい、あの 3D メガネかけたら立体的に飛び出してくるというね。いやそんなシステムないよ。嘘のシステム情報は立体感ドーンと文字がと純米酒で出てきても純米酒の理解深まらんからねその立体的に勉強にはならないの で、 あ、そうなんです。あ、いろんな角度からという意味です。お酒ぜひ楽しんでいただける、もうそんな話になってます。まあ、実際にそのね、うん、飲んでもらいたい。実際 ね、うん、飲まなきゃ始まらないから飲みに行ってハッシュタグでね、うん、オンスク日本酒の基本講座みたいなのをつけてもらったら SNS でそれをね発信することによって、うん、同じようにハッシュタグで検索してあこの人近くにもしかしたらいてるかもしれないなみたいなとこからね実際に会って飲んでみたいなそれは時代を生かしたいいアイデアね。そうそうそう、確かに実際やっぱ飲んでみないとわからないんですけれども、うん、まあ飲んでみる前に、はい、こうちょっと知りながら、うん、ちょっと知りながら飲むと、まあ、日本酒とかね焼酎とか、はい、日本のお酒って本当楽しいですから。そうなんです。こう実生活に取り入れるためのお話をやってますんでぜひとも実生活取り入れてね日本酒楽しんでいただきたいと思います。そのハッシュタグ僕あの検索しますんで、はい、あのぜひそこに水道橋の美味しいランチ情報もお願いします。いやランチプラス日本酒ハッシュタグ、まあ、それはそれでいいですけど、ね、オンスクの日本酒基本講座、はい、お願いします、ね、よろしくお願いします。いやオンスク日本酒の基本講座、うん、これ魅力ね、うん、ちゃんと皆さんに伝えて、見たいなっていう風に思わせないといけないんですよ。いやそうね、最後のメッセージねダメ押しでこれぜひ見てほしいから。じゃあその思いを日本酒の基本講座の魅力皆さんにどうぞ、うん、どうぞ俺が全部言うんかもう一回。いやオンスクのこのね日本酒の基本講座というのはですねもちろん原料とか製法とか日本酒の基礎知識ちょっと固い知識のことももちろんながらですよ他のお酒と日本酒を比べてみたりとかいや時代ごとに流行った日本酒の銘柄をその時代背景とともに追っかけてみたりとかいろんな角度からの日本酒話が詰まってるんですよ。だから日本酒このお酒の初心者の方にもおすすめできるし日本酒をすでにちょっと好きだという方にもより楽しんでもらえるようなそんな講座になってるんですよ。そうなんですよ。これがオンスク日本酒の基本講座の魅力ですよ、うん、いやお前が締めるんかい。もうええわ。どうもありがとうございました。